今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。最後のミルナさんは褒めてくださっているんでしょうか。私はそう取ってます。中身なく、うん、気楽に聞けるっていうね。もう楽しく聞いていただけてるだけでも、まあそうですね。そうですよ、楽しく聞いてもらうためにやってるようなもんで、そうです。別に勉強するつもりもありませんしね何かを押し付けるつもりもございませんので、3時間本当に気楽に付き合っていただけると嬉しいですね、はい、今日推しということでたくさんいただきました。ありがとうございます。結局ミリちゃんの推しはワンオクロックなの？一緒の推しです。もうそれオンリーなの？もう貫き通したいと思います。ずっとこのまま、ずっとこのまま。いやワンオクロック、例えばアルフィーみたいにさ、うん、結成から50周年行ってくれたらいいですよ、うん、だけどワンオク分かんないじゃないですか。いや私はもうそれでもついていきます。え、解散したりいなくなっても？いなくなっても私はずっともう一生推してます。いやいや、そんなこと本当、本当に本当にペソッペソッ、本当だってそんなこと言ったってな。本当なんだよ。だってもうワンオクないんだよ。例えば、うん、でもずっと聞いてますもん私は。音楽、新しい音楽出てくるよ絶対新しい音楽新しい音楽なんでこんなことないですか。なんでこんなネガティブなんですか。なんでいじめてるみたいですか。そんな、ね、世の中変わんなよそうは言っても、そうは言っても変わるよ。変わらなかったら褒めてください。いや褒める、え、その頃どれくらい、どれくらい何年後に褒めればいいのかね。何十年、何十年。いやでもワンオクのような、うん、音楽ジャンルでさ、ああいう人たちが本当にこれから10年15年20年もしワンオクがやってたらですよ、うん、すごくないですか。すごいです。ジャンル変わっても私押しますもん。何に変わると思う。ジャンル、いや演歌に変わったとしよう。タカさんが演歌、タカさん演歌ですか。演歌の場合の例えばコンサートの、うん、コール&レスポンスやってみてもらっていいですか。いやもうこういう感じですよ。もう拳をこうこういう感じです2階のみんな聞いてるかいっていう。そうなんかイメージは、イメージはね、そうあ京セラドームの2階で見ていると、ワンオクロック、演歌を歌うワンオクロックの高殿が、はい、ね、拳聞かせて2階に向かってコーラーのレスポンス。楽しいですね。結局宇田川さんの推し、うん、僕の推しは何だろうな。結局前推していたっていうもので、クラリスだったりとか、ええ、薬師丸ひろ子さんだったりとか、まあ薬師丸ひろ子さんいまだに推してるっちゃ推してるんですけどね、うん、一つだけね、まだ全然話をしてないんですけど、うん、推したいラーメンがあってですね。お、ラーメン。このラーメンの話をどうしてもしたくって、もしこれを見てくださったら一緒に推してほしいなと思うんですけど、徳島ラーメン。徳島ラーメン、ご当地ラーメンいろいろあるじゃないですか。徳島ラーメンっていうね、これも特徴のあるラーメンがあるんですよ、うん、これを初めて食べた時に、初めてってまだ1回しか食べたことないんですけど、その1回初めて食べた、うん、最初で最後食べた時の衝撃がすごかった、すごかったんですよ、うん、もうびっくりして忘れられない。この話をですね、来週はいませんので再来週するかもしれませんするかもしれない、しないかもしれないですけど、話がその方向に行ったらしようと思いますので、うん、衝撃の徳島ラーメンの話、今ちょっと一番したい話として推してる感じですね、うん、なるほど。楽しみにお待ちいただきたいと思います。あとはワンオクロックが演歌になることを楽しみにしております。そんなことないありがとうございました。ありがとうございました。ないな。